こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、3和音のコードの聴き比べの第2弾目ということですね、ディミニッシュとオーギュメントっていうのが増えます。ディミニッシュとオーギュメントですね。で、ディミニッシュっていうのはよく出てきます。オーギュメントはね、まあちょいちょい出てきますけど、それほど出てこないんですね。なので、ディミニッシュだけ覚えればいいんですけど、ついでに、その理論的にはオーギュメントも覚えてしまいましょう。で、ディミニッシュとオーギュメント、ちょっとサウンドが似てるっちゃ似てるんで、聞き分け結構難しいです。この2つをまず聞き比べしてから、それから4つのコード、メジャーとマイナー前回やったやつね、この4つのコードの聞き分けクイズをやっていきたいと思います。なので、この辺、別に楽器弾かなくてもですね、あ、このサウンド感覚えたみたいな感じで、あ、よく出てくるね。みたいな感じで覚えていただければと思います。それでは始めていきましょう。メジャートライアードが長3度、短3度で積み上げたことに対して、今度は短3度、短3度で積み上げます。ちょっとおどろしい感じ。サスペンス劇場が、こういう風にすると、火曜サスペンス劇場みたいな感じがするでしょ。なんかそのサスペンス劇場みたいにちょっとこう、なんていうの、不協和音で、んみたいな感じの、なんかちょっと怖い感じがする。そういうサウンドですね。で、C ディミニッシュ、C、D、I、M っていう風に表記しますが、ジャズ系の人はですね、コードたくさん囲んで、できるだけ省略したいということですね。C マイナーも C マイナスにしてたりで、丸、ちっちゃい丸書くと、これディミニッシュという風になります。ね。ディミニッシュになります。ジャズの場合は4和音っていうのになっていくんですけど、今のところとりあえず3和音で、これでやっていきますね。で、今度は、長3度と長3度で積み上げた3和音。これもなんか似てる、サスペンス劇に似てるけど、ちょっとね、ゴージャスな感じ、僕のイメージが、おって前が動く感じ。んって前が動く感じ。で、これはオーギュメント。ここがね、さっきの、ディミニッシュは5度が、これ5度完全5度から、こう弦5度になるじゃないですか。ここは、増5度になるのね。だから増5度のこと、増のことをオーギュメントって、弦のことをディミニッシュというので、オーギュメントっていうんですね、多分ね。なので、メジャーのこういうオーギュメントっていうことですね。3和音に関しては、この、オーギュメントは、これそのままもう一個長3度上がると、ドーに戻るんで、普通に、12を3等分したみたいな感じ。で、ディミニッシュはもう1個増やすと、ちゃんとドに戻ってくるんで、これもなんか4等分したみたいな感じになりまして、そういう意味では、こういう3和音としては、綺麗な3音。だから、オーギュメントが、こういう、ちょっと、んって感じで、ディミニッシュの方が暗いイメージですね。オーギュメントの方がちょっとゴージャスな響きで、こっちが、どちらもちょっと濁ったサウンドがするんだけど、これを濁るというと濁ってないという人もいると思うんですけど、これはもう、ちょっと濁ったというか、ちょっと不協和音というかね。この違いですね。これを、じゃあ、ルートを弾いてからの、いつもの、前回の方の、ディミニッシュかオーギュメントを当ててみましょう。まず聴いてみますね、1個目。はい、わかりましたか？これはオーギュメントですね。はい、オーギュメントですね。ちょっとなんか、ディミニッシュで明るいか。はい、これはディミニッシュです。はい、これもディミニッシュでございました。というわけで、オーギュメントとディミニッシュの違いが分かったでしょうか。はい。ね。では、メジャーもマイナーも足しますね。マイナー、メジャー、ディミニッシュ、オーギュメント、どれか当ててみましょう。B フラットオーギュメントの第2展開形でした。これね、マイナーですよね。でも、ディミニッシュ聞いてると暗いからって思うんですけど、マイナーの方が綺麗な響きがする感じですね。ね、これどっちかっすよね。オーギュメントでした。こう展開形使われるとちょっとわかんにくい。これディミニッシュの第2展開形でした。あ、これわかりやすい。これメジャーですよね。かったかな。これはマイナー、E フラットマイナーの第一展開形ということですね。どっちかでしょう。これはオーギュメントです。ちょっとこっちの方がディミニッシュが暗く聞こえるかな。じゃあ最後ね。ね、すごくなんかまっすぐな響きだと思うんですけど、これはメジャーでした。というわけで、まあ、オーギュメントとディミニッシュどっちもサスペンスやんって言われたらサスペンスやし、僕もまあ、ね、なんとなくしかわかんないですね。オーギュメントはでもそれほど出てこないので、サスペンスが聞こえたら、まあ、ディミニッシュだと思えばいいのかなと思いますが、まあでもオーギュメントってちょいちょい出てくるので、まあ、聞き分けできていくことに越したことはないですね。もう、ルートも分かって、第一展開系、第二展開系も分かったらもう最高ですけど、まあ、それ、だからもうね、ピアノとかずっとされてた人は、もうこんなちょちょいのちょいかもしれないですけど、まあ、こうやって覚えていくとゲーム性が高くなって面白いんじゃないかなと思います。もちろん前回言ったのと同じで、今回はですね、オーギュメントとディミニッシュの36個ずつをですね、フォルダーからダウンロードできますので、それを前回のやつの iPhone とかにですね、足してもらってですね、そうすると、この36の144個のコードをこうシャッフルで鳴らすんですよ。で、ピーってなって、で、パッて対面見たら、ちょっと時間あるからね、パッて見たら、あ、そっか、当たってた。あ、外れてた。当たった。外れてた。やっていくうちにね、こうやって、やっぱりどっちか聞き分けようっていうアンテナを立てると、だんだん分かってくるし、そしたら曲を聴いてるときに、あ、これディミニッシュとか分かるようになってくると、音楽の聴き方がちょっと変わってきて面白いんじゃないかなというふうですね。という形で、とりあえずコード進行の、第1、第2で、メジャーとマイナーと、ディミニッシュとオーギュメントという4つのコードを覚えました。で、ジャズの場合は4和音って言って、もう1個ハーモニー音が足して、色彩が変わってくるんですけど、それはまた後々やっていきたいと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。